MJ 聞いて、デビルズブレスはもともと武器じゃなくて遺伝性疾患の治療薬だったんだよ。でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ。マイケルズ博士を見つけないと、こんな危険なものセーブルには任せておけない。手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし、博士の居場所知ってるはず。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり？こっそりと忍び込む。またね、パートナー。セーブルの敷地に忍び込む？そんなのやばいって。セントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。殴っていいよ。ただ、うん、博士から伝言。ピーター、ついにひらめいたぞ。鍵は頭の中にあったんだよ。私は無限の可能性を秘めた脳がこの年老いた肉体に縛られている。だが脳が解き放たれれば可能性は無限大だ。神経インターフェースの開発では、肉体の複製などというつまらない考えは捨てなければならん。いいかピーター、想像力と可能性に目を向けるんだ。語りかけるんだよ。こんなに興奮してる博士初めてかも。興奮しすぎてないよね。この俺にかなうわけないだろ。夢が叶っちゃった。もう感激。よ、元気か。そうにあっちゃった。いいね。スパイダーマンかっこいいな。僕の敵の敵ってやっぱり敵だよね。それでもほっとけない。君たちってテロリスト？犯罪者？どっちだって一緒か。开火！如果我们干掉蜘蛛侠，就能粉碎整座城市的士气。よし。また隠れられない。在他扔之前击倒他，让我们尝尝你能撑多久。
セーブル、お礼はいいんだよって本気でお礼言わないつもり。事件発生。仮面の集団が装甲輸送車を襲撃。グランドセントラルに集合。どうぞ。デーモンが暴走して本音トークタイム。子供の頃愛情足りなかったの？パパが厳しかった？そ次回は写真写真かなり際どかったな。これ以上犠牲が出る前に奴らを止めなきゃ。やってられるか。絶対に長期休暇取って。セーブルたちなら心配ないだろうけど、でも念のため。視聴者を爆破なんてするから袋叩きに合うんだよ。Yeah!
るで町が戦場だ。悪いね、気がついたらとりあえず手を出すって性格でさ。